さんこんにちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。今日はワークマンプラス松戸店に来ています。コットンキャンパーがこの店舗では今日入荷したので見に来ました。さっき開店直後早速ご夫婦で色違いで買って行かれた方もいらっしゃいました。で、ね、このマネキンを今上から下まで着替えさせました。なんか最初ワークマンの社員さんがデニムになんかカーキ色の長靴みたいなのを合わせて迷彩のテンガロンハットみたいなのをかぶせてたので黒のニット帽に黒のパンツにライフスリップに変更させました。この方がいいよね。お、トレーカーホルダーが売ってますよ。ここの店舗他はもうね結構もう在庫切れになってるところが多いんで、これがペットボトル 500ml のペットボトル入れるとずっと冷えたまんまとかあったかいまんまのトレーカーホルダー980円と、こっちがトレーカーの缶の方ですね。こっちも980円。ちょっとねさっき他の店前に、ララポートの湘南平塚店で一回店内リポートやっているので、見てないところその辺をそんな商品を探していきたいなと思います。なんかあまりこのベルト見たことない気がします。安い、799円だよ。これちょっと1個シンプルなパンツに合わせるだけでアウトドア感が出て良さそうですね。こういうブルーっぽいのとピンクっぽいのとグリーンがあります。ブルービーのこのトートバッグ、こちらはですね、私も持っていて、あのワークマンコラムのオンラインサイトのコラムの方にね書いたりもしてます。大きいんでね、ママバッグとか使ってもらったりちょっとした一泊二泊の旅行なんかでもちょうどいい感じですよ。さらにちょっとレアなもの発見。これね、イーシスの傘なんですよ。傘がこれね、すごい重いの。重いって言っていいのか分かんないんですけど、重いって言っちゃっていいのかな。ハードアンブレラ、名前が980円で、すごい重いんだけど、さっき社員さんに聞いたら、これ壊れにくくて、ここがボタンになっていると、ワンタッチでパサって開いて、押すと、パシャってまた元に戻って、骨の数もすごく多くて、これね、風が強い日って折りたたみ傘だとどうしても壊れちゃったりするじゃないですか。なんで、多分これはね、いいんじゃないかな。他の店で見たことない。こっちは逆に、すごく軽い。ライトアンブレラ。こっちも980円です。これ、すごい。もう、今、折りたたみ傘って結構軽量なものが多いですけど、それに比べてもすごい軽い。ただ、サイズがちょっとちっちゃめなんで、広げてみたとき、ちっちゃかったんですよね。こっちが50センチ、こっちが60センチなんで、まあお好みに合わせてって感じでしょうか。はい、というわけでですね、この日は、こちらの保冷缶ホルダーだけ買ってきました。ペットボトルの方は他の店舗でもすでにゲット済みなので、最後のこれちょっと開けて終わりにしたいと思います。はい、開けてみました。思いのほかなんかね、本当にシンプルでシルバーですごく、なんか、インテリアにも合いやすいし、いい感じですね。で、厚みがかなりあるので、なんか私、ホレカンホルダー、サモスのメーカーの持ってるんですけど、サモスはもっと薄くて、まあ、それももちろん薄いんですけど、使いやすいんですけど、これさらに分厚さがあるので、冷えたものは冷えたままで、かなり長く使えるんじゃないでしょうか。はい、缶をセットするとこういう感じです。ビールもですね、長く冷え冷えとしたまま飲むことができるので、夏はもちろん冬もね、食卓の食事しながら飲むときとか時間経つとどうしてもぬるくなってきてしまうので、最後まで冷たく飲めるという保冷缶ホルダーおすすめかと思います。はい、というわけで今回はワークマンプラスララポート松戸店でいろんなグッズをチェックしてきちゃいました。店舗によって結構特にこの保冷缶ホルダーであるとかペットボトルホルダーは人気の商品で売り切れも続出しているということですので、見かけたら即ゲットがおすすめです。それじゃまたね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、
ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。